はいどうもジェケマルです。ということで皆さん、本日はですね、もうご存知の方たくさんいるかもしれませんが、先ほどですね青鬼オンラインを開いたらとんでもないお知らせが来ていたので皆さんにご紹介していきたいと思います。まずねお知らせ一つ目こちらですね。はい、ヒカキン誕生祭開催決定ということで、はい、お誕生日にちなんだ新限定スキンが登場予定ということで、はい、皆さん見てください。生まれたてのヒカキンと誕生日ですね、はい、王様の冠をかぶったヒカキンのスキンが登場しますね。めっちゃ欲しいね、これすごいですね。それからですね、今までのコラボイベントや限定スキンが多数復刻ということで皆さん見てください。とんでもないスキンがありますよ。これさ、ガチャ以外にもなんかのイベントでしかゲットできないね、このドゥーンとかさ、トラモフコとかさ、ヒトオニスキンとかさ、あとはダイヤモンドヒカキンとか、こういうイベントでしかゲットできなかったスキンも多数ですね復刻されるということで、みんなでヒカキンの誕生日をお祝いしようって書いておりますね。ということで4月の20日から5月の9日まで約2週間ぐらいね、こちらヒカキンの誕生日誕生祭が開催されます。いやこれすごいな。まあ多分ね、復刻ガチャプラス上のね誕生日のこちらのスキンがですね追加されて、ヒカキン誕生祭限定のガチャがこちらですね登場するんではないでしょうか。それから皆さん見てください、4月20日ですね、こちらヒカキンさんの誕生日だと思うんですけど、何かが起こるということで、はい、こちらですね、なんと2日間限定ですね。今まではこういうのは1日しか開催されなかったんですけど、下の方を見るとですね、4月の20日から4月の22日のね2日間こちらイベントが行われるということで、まあこの画像から見るとですね、皆さん青鬼は青鬼なんですけど、多分皆さんがヒカキンスキンになると思うんですよね。はい、ということで多分なんですけど、全員が全員ヒカキンスキンになるか、もしくはですねヒカキンスキンで遊ぶと何か特別なステージに行って遊ぶみたいな、魔王降臨みたいな感じのイベントになるんではないでしょうか。ということで本日はですね、はい、こちらヒカキンスキンを使って遊んでいきたいと思います。イエーイ。ということで早速ねヒカキンスキンを選択していきましょう。あれ、俺もしかしてヒカキンスキン持ってない？あれ、ヒカキンスキンってゲットできますよね。あれ、俺持ってないのかな。ちょっと待っててくださいね。この顔のやつしか持ってないのかな。少々お待ちください。はい、ということで皆さんありました、こちらですねヒカキンスキンにして遊んでいきたいと思います。それではやっていきましょう。それからね、また皆さんに別の動画でお見せするんですけど、何やら新しい新シーズンですね、ムキムキシーズンが登場しておりまして、新しいガチャだったりとか、あとはですねその限定マップもあるらしいので、今度ですね限定マップで遊んだり、それからですねムキムキの青鬼ですね、星さんのレア鬼を見つけるといった動画もですね投稿していきたいと思いますので、よかったらまたねぜひ見てください。ということで今日はですねヒカキンスキンで2試合遊んでいきましょう。なかなかジェケマルねヒカキンスキンにする機会がないので、いや本当にねこのねヒカキンスキンで遊んでいきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで何やらですね壁が鶴みたいになっておりますね。イバラかな。はい、ということでムキムキシーズンなのになんでイバラなんでしょうかね。いやなんかちょっと不思議だね、森みたいな感じのね雰囲気がありますが、はい、やっていきたいと思います。さあ右側に行ってガスマスクをゲットしていきたいと思います。カエルもいるよ。え、今回ムキムキシーズンだよね。ムキムキシーズンなのになんでカエルとかさ、これイバラとかになってるんだろうね。ちょっと不思議な感じするんですよね。どうせだったらさ、ダンベルとか、あとなんだろう、プロテインとか、そういうなんか筋肉系のね、壁紙になったりとか、なんか置物だったりするんじゃないかなと思ったんですけど、はい、ローラースケートゲットしていく。さあ、青鬼をね、見つけていきたいと思います。青鬼の姿どうなっているんでしょうか。お、キラキラしてんじゃん。オッケー、ガスマスクゲットしていく。調子いいですね。OK です。さあ、ここら辺もね、結構やられているので、あ、いるよ、青鬼が。はい、ということで、あれ、ムキムキになってない？ムキムキに、あ、なってるのか？なんかすごいぞ。なんか割れてるな。なんかすごい気持ち悪い割れ方してんじゃん。え、なに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 ？うわ、なんか、すごい気持ち悪いね、なんか。あ、亀のお腹みたいになってますけど大丈夫ですか？筋肉っていうよりかさ、なんかすごい細かーく割れてましたね。はい、ということで青鬼がですね気づかない感じで、ちょっとね後ろからだと全然ね普通の青鬼見えるんですけど、いつもより筋肉ムキムキになってるのかな。もしあれだったらもう腕までムキムキにしてほしかったけどね。はい、お腹だけバッキバキになっております。さあ、ということでロッカー入っていきましょう。 OK、 このタイミングで OK です。さあ、ということで
さあ残り36人ですね。いや本当に楽しみだね。なんか次から次へといろんなイベントが行われますね。はい、ということでもしかして皆さん4月20日はヒカキンさんに会えるかもしれませんよ。はい、ということで公式さんですね、ヒカキンさんに会えるかもしれませんので皆さんぜひねお楽しみください。はい、それからね本当にねいろんなスキンですね、ベビーヒカキンだったり誕生日ヒカキンっていうのがね登場しますので、それもすごい楽しみにしておきましょう。いや俺今さ青銭が3000枚しかないからさ10連しか回せないんですよね。はい、ということでこれ勝ったんじゃないか皆さん。うん、めっちゃ勝ったかもしれない。はい、ということでさ残り1人ですよ。いやー久々に青逃げしました。 OK、 それでは戻っていきましょう。はい、ということで皆さん青逃げしました。もう一回ですね別のヒカキンのスキンで遊んでいきたいと思いますね。俺このさヒカキンモアイっていう顔がでっかいヒカキンのスキンめっちゃ好きなんですよね。はい、ということでこちらのですねでかいヒカキンモアイで今回ですねはい100人サバイバル遊んでいきたいと思います。それではもう一回やっていきましょう。さあどうなるんでしょうか。いや本当にね4月20日どうなるかわからないんですけど、皆さんの予想もぜひコメントで教えてください。はい、ということでやっていきたいと思います。さあヒカキン公式って言いますけどね、モアイのスキン使っておりますよ。いや俺未だにさなんだろう公式と会ったことがないんですよね。うん、だから公式に会いたいなって思うんですよね。まあ例えば、まあ、ヒカキンさんだったりとかトライアングルさんだったりとかいろいろゴーキさんとかねいますけど、未だに公式さんに会ったことないし、いやむしろね俺が公式になりたいわって感じするんですけどね。はい、限定マップにはなりませんでした。それではねはいこちらの試合やっていきたいと思います。今回もね青逃げ頑張って目指していきましょう。さあということで、はい、わすごいねこれやっぱりこのヒカキンモアイめっちゃいいな。俺このスキンめっちゃ好きなんですよね。うん、顔が飛んで、おすごい、みんな見てモアイとヒカキンモアイが並んでおります。はい、ということでムキムキ筋肉鬼がね出現しまして、これ名前なんて言うんだろうな、ムキムキ青鬼でいいのかな。うん、ムキムキ青鬼が出現しました。はい、ということでこれ宝箱を取っていきましょう。さあガスマスクにはなりませんでしたが、上行くの怖いなこれな。お、危ねえ、危ない危ない危ない、マジで。お、上の上に今キラキラあったんで取ろうと思ったんですけど他のプレイヤーに取られてしまいましたね。さあということで残り73人です。頑張ってねこちら勝っていきたいと思います。さあということでここからガスマスクをドロー。さあどうだ、ガスマスクゲットできませんでした。それから上からですねもう青霧が迫ってきてますね。じゃあ下の方行ってみましょうか。はい、ということでヒカキンさんの誕生日のイベントって今までなかったよね。ですごいよな今回。うん、めちゃくちゃすごいと思うんですけど、どうなんだろうね、ガチャ系になるのか、もしくはイベントでなんかさチャレンジとかやってあのベビーヒカキンみたいなやつとか、あとは誕生日のヒカキンがもらえるんでしょうかね。どうなんでしょうか。まあ多分俺の予想なんだけど、まあガチャっていうよりかはもしかしたらねチャレンジ系でゲットできるのかなと思うんですよね。まあ最初の方で俺ガチャって言っちゃったかもしれないんですけど、多分ね今回今回もイベント系で何かね、例えばヒカキンスキンで青逃げするとみたいな感じでもらえる可能性はありますよね。はい、ということで、やばい、オーラが2人いるな。こんにちは、こんにちは、モンマさんこんにちは、よろしくよろしくよろしく。今のところガスマスクを持っていないのはちょっとまずいな俺。うん、結構まずいんですけどね。青鬼が2体出現しております。さあムキムキ鬼が俺の方向かってますね。やばい、ガスマスクを持っていない。さあちょっと宝箱を取っていきたいので下の方行ってみましょう。誰もいないよね。 OK、 さあこっからですねガスマスクをゲットしたい。ローラースケートか、やばいな、ガスマスクが全然見当たりません。さあ、お、よし来た、このミンさんのですねキラキラからガスマスクを取ることができました。オッケー、こっから頑張っていきたいと思います。さあということで3体目の青鬼もね出現しましたね。はい、さあ3体目は何の青鬼なんでしょうか、すごい気になるんですけどね。もしかしたらさ今回のレア鬼は何だろう、スクワット鬼なのかな。でもスクワット鬼さ筋肉スクワット鬼みたいのいたからさ、何なんだろう、フワッティなのかな、モンスター鬼なのかな。ちょっとねあの終わった後に確認していきたいと思います。シルエットだけは見ることができるんでね。はい、ということでさあ残り12人です。さあ残り12人、多分こっちで待ってた方がいいな。うん、こっちで待ってた方がいいですね。でも気になっちゃうよね。うおー、気になっちゃう、うわー怖い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 、マジでこのムキムキ度ちょっと気持ち悪いんですよね。うん、これちょっとなんか気持ち悪いよね。多分他の実況者さんも気持ち悪いとか言ってそうな気がする。このなんか不自然な筋肉はめっちゃ気持ち悪いな。めっちゃ不自然だもんな。はい、ということで、うわ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 、危ねえ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 、マジで危ねえ、
マジで危ない。おーおー、ペイントかけてくるな、この青鬼。お、怖い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 。他の青鬼どこ行った？あ、危ねえ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 、マジ怖え、マジ怖え、あ、マジ怖え、マジ怖え。おお、俺だけ今のところガスマスク使ってないよ。オッケーオッケー。さあ、これ俺勝ったんじゃないか。うん、これはうまいこと言ったら俺勝ったぜ。はい、ということで、さあ残り5人ですね。どうなっていくんでしょうか。ちょっとこのダイヤモンドさんがさ、秒数多いから、これは勝てるか。さあどうだ、さあどうなんだ。いやー、厳しいな、負けちゃいましたね。え、5位だったの。他の人すごいな。あれ、ヒカキン公式さん0秒。なるほど。はい、ということで戻っていきましょう。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。いや、本当に楽しみですよね。4月の20日ですね、そろそろなんですけど、まあヒカキン誕生祭ということで、いろんなねイベントが開催されます。いや、今のうちにねたくさん青銭を集めておくと復刻ガチャが回せるので、皆さん頑張ってください。それから今回はですね、スクワット鬼ですね。はい、ということで皆さんありがとうございました。ジェケマルでした。またぜひね動画見てください。ということで失礼しまーす。